こんにちは、ゲザイモンです。えー、二十数年間ですね、ロード、バイクですとか、いろんな自転車乗っている関係もありまして、特に通勤でも使っていることもあるもんですから、 え、知り合いや勤め先の方からですね、クロスバイクだとかロードバイク欲しいんだけど、どんなものがいいですかって聞かれることがあります。ただですね、そんな時に何の目的で、どういう目的で使いますかって聞き返すんですが、ただ漠然とな流行ってるから欲しいっていう方が結構多いんで、そんな方には鉄や 鉄屋というか鉄の黒森バイクの方をおすすめしています。大体7万円台から10万円台のものを買うといいですよと言ってますね。そして、ですね、まあ、息子さんや、えーですね、中学生から高校生ぐらいとか大学生の方がやっぱり労働バイクが流行ってるからだとか友達が乗ってるからとかあとはアニメの影響で欲しいんだけどっていう方ですね。まあ、同じようににに目的が特にない方に対しても、 まあ同じように、えー、鉄のバイク、黒舞イバイク7万円台から10万円台のものをおすすめしています。なぜかというとですね、第1にです、ねえー、価格が比較的安いっていうのがありますね。えー、7万円台から10万円台で、まあ、それで完成者でしたらある程度のグレードのコンポーネントパーツがついてくるものですから、そういった意味でもいいですし、あとはすぐやめてしまった場合のです、ね、経済的な支の質も小さいので、まあ、10万円 人が7万円でもだいぶ大きいですけど、それでもまあ20万とか30万のカーボンのものをですね。いきなり買ってしまうよりはよっぽどマシなので、えー、そういった意味で鉄をお勧めしています。はい、第2位ですね。鉄はとても頑丈で耐久性があるってことが挙げられます。スポーツ自転車始めたばかりの方々はまあ、特にあの独特の前傾姿勢になれずに。 まあ、走り出す前に立ちこけしてしまうですとか、まあ、あと走っている際にですね路面の状況に合わせたあの姿勢制御ができずに段差ですとか、まあ、ホールの蓋だとか滑りやすい白線などで落車し,してしまうということ、あとはですねスタンドがついてないんで立てかけておいてあれ、まあ、倒してしまう、まあ、そんなことがありえると思いますが、鉄でしたら表面に傷がつく程度で、まあ、いきなり鉄のフレームの耐久力が落ちるってことはありません。 ただですね、カーボンの場合ですと、打ちどころが悪かったりとかですね、1、まあ、点に集中して衝撃が加わるとひびが入ってしまったり、最悪ですね、えー、断裂してしまう、まあ、折れてしまうということが起こりえます。まあ、自分のです、ねえー、参加したレースでも、まあ、過去、フロントフォークが折れてしまった人がいたりとか、あとは、 無理なゴールスプリンとして、えー、クラッシュしてですね、破片がこっちに飛んできたことがありました。まあビギナーの方だったらそういうことは少ないんですが、まあ最悪の場合ですね、ひ、え、び、ー、が入ってしまうこともありますので、まあ、転ぶ機会が、えー、ですね転んだりとかですね倒してしまう機会が多い方にとってはまあ、最初の1台は別のフレームであることが望ましいと思います。 はいまあ、特にあの目的があっても早く走りたいとか、えー、私は肥料クライムでいい成績を取りたいという方にはまあカーボンを選んでくれてもいいと思いますがほんと漠然と <laughs> 自転車を始めたいというだけだったら、えー、とかあとはです、ね、高校生とか中学生でまあそういった目的がなくてです、ね、なんとなく欲しいという人だったら、まあ、本当に鉄の方が、えー、無難です。あとはです、ねまあ、鉄どうしてもです、ね、他の えー、アルミだとかカーボンに加えるとどうしても重さですね、重さと錆びるっていう欠点がありますが、まあ、重さもですねそんなにヒルクライムガンガン走ったりとか、ですね高速巡航をしない限りでもですね、えー、そ,んなそ,そんなに取、えー、る欠点ではないですし、錆びるのってこともですねずっと雨ざらしだとか屋外に置いておかない限りは、そう簡単には錆びませんので、扱いさえ気をつければとても長く乗れます。今写ってるですねの 自転車もですね、26年前に行かって、まだまだ全然乗れるような、えー、ロードですね、になってますね。ちょっとあのくたびれて、フレームは柔らかくなってしまってますが、まだまだ現役で、まあ、ホイールさえ変えてあげれば、乗れる自転車となっております。はいですのでですね、まあ、ちょっと長い目で見ると、本当にあの、えー、経済的で、えー、そうですね、あと、とても、えー、いい選択に、まあ、特に目的のない方には、 えー、7万円から10万円の一つの労働をまあ一台目に買うっていうのが、えー、いい決断だと思います。まずで,ですねあのまあ10万円 でで買うにしてもですね、鉄のフレームでしたら、えー、というか、完成車でしたら、えー、鉄のフレーム自体が安いんで、えー、くっついてくる、えー、コンポーネントパーツですね、ブレーキですとか変速機ですとかクランクなんかもですね、ミドルグレードより少し下のですね、えー、ものがついてきますし、えー、それが島の製のティアグラですとかソラーなんかがついてくれば無難だと思います。 中華製のですね、まあ、よくわからない無印のものだったりすると、ちょっとあの怖いなってこともありますし、えーにまあ、すぐ壊れちゃうんじゃないかって恐れもちょっと分かり,分かりませんけどね、まあ、あと2、3万円のロードバイクですと、まあ、ロードバイクの格好したなんちゃって自転車での可能性もあるもんですから、まあ、そこはあの多少お金が飛んでっちゃいますけど、7万円から10万円ぐらいのものをやはり買っておいた方が無難だと思います。 はい、そして、ですね、鉄の方は本当にあの頑丈さってことも付け加えまして、えー、本当に無理がさせることもできますし、えー、フレームにですねあのキャリアつ、キャリアをつけるような、えー、金具を取り付けてですね、えー 少し長い目の、まあ、2、3日かけていくとか、あの日本一周などの,あの小旅行とか大旅行にも願いられますし、あとはですね、まあ、太めのタイヤを履かせて、ですね多少のダートというか、ガレバーというか、まあ荒れた道を走らせることも、まあ、グラベルロードがあるだろうというかもしれませんけど、そういった乗り方もできますんで、いろいろと無理をさせられて、楽しむことも、まあ、幅広く楽しめるっていう意味でも、鉄のバイクだったらできますんで、そういった意味でいろんな楽しみ方ができますんで、ぜひ。 えー、そうですね。特に理由。まあ、まあ、目的とか漠然とした理由がない。あ、漠然として理由がない方はとか。あとはちょっと、えー、やんちゃな。無理のな乗り方をしそうな、えー、中学生、高校生とかの1代目のバイクには、えー、ロードバイクにはですね鉄の黒森のロードバイクを自分としてはお勧めしたいと思います。自転車の楽しさを知るって言う意味では、あの大切にしなしすぎなくていい。 このロードバイクですね。黒マニのロードバイク、ぜひご検討いただければと思います。では長々となりましたが、ごした形で動画を終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。